日本さんです。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。ワシントン DC の桜は韓国産って本当？いえ、どこからどう見ても日本産ですよ。韓国の大手紙中央日報は3月29日、ワシントンで満開の桜、チェジュ島の桜だろうかという記事を公開しました。しかし、その記事には穴が多く、突っ込みどころが満載です。ところで、韓国では今のご時世、花見に対して感染症の規制が敷かれており、桜並木が続く 1.7 キロの有名な区間があるのですが、そこでは現在、車や歩行者の運行が制限されるなどしています。ここは日本も似たようなものですが、ひょっとしてお隣は自身が自由に花見ができないイライラを日本に向けて八つ当たりしているのかもしれませんね。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしますね。3月31日付 FNN プライムオンラインによると、散ればこそ糸戸桜はめでたけれ、浮世に何か久しかるべき。散るからこそ一層桜は素晴らしい。憂いおきこの世で永遠に続くことなどない。伊勢物語に登場するこの美しい和歌を口ずさみ、散りゆく桜を眺めれば、新型コロナウイルスで苦しむ今の暮らしが永遠に続くことはないのだと、未来に希望を抱けるだろう。古来日本人は桜について様々な施策を巡らせてきたが、コロナ禍の今だからこそ、騒がず静かに桜をめでたいものだ。だが、そんな安らかな心をささくれ立たせる記事が韓国から出てきた。韓国では春の風物詩のように毎年、ソメイヨシノは韓国起源という類の記事が出ていた。だが、2018年9月、韓国山林町の国立樹木園が、韓国のチェジュ島に自生する桜とソメイヨシノは遺伝的に別物であるとの研究結果を発表して以降、この種の記事はめっきり減っていた。今年はどんな珍説が出るのかと期待している筆者にとってやや寂しい時期が続いたが、2021年は違ったと報じています。今年は一体何がいつもと違っていたのでしょうか。ここからが本題なのですが、今年は中央日報がワシントンで満開の桜はチェジュ島の桜ではないですかという記事を発表しているそうですね。これは有名な話ですが、アメリカの首都ワシントン DC には1912年に日本から数千本の桜が海を渡ってきて植樹されており、海外では最大級の桜の名所となっています。新型コロナが収束しつつあるアメリカにとってはまさに絶好の外出チャンスとなっており、昨年こそ未曾有のパンデミックで人出が途絶えていましたが、例年100万人近くが訪問しており、今年も同じくらいになると予想されています。さて、中央日報はこの記事においてアメリカ農務省の遺伝子検査の結果を根拠に、実はその桜はチェジュ島から持ち込まれたものであると主張しています。しかし、2007年に同じ農務省が日本のソメイヨシノと韓国の桜の DNA を比べた研究結果を発表しましたが、それによると、韓国の桜はソメイヨシノとは全然違っているとあります。韓国の説を全否定しているようですが、一体どういうことなのでしょうか。さらにその記事では、わずか1年弱という短期間で桜を用意したことに疑問を唱えており、それを根拠にチェジュ島の桜をアメリカに持って行ったと主張しています。というのも、日本は1910年にも桜を2000本アメリカにプレゼントしたのですが、検疫によって桜が害虫や病気にかかっていることが発覚し、泣く泣く焼却処分した出来事があるからです。それにより、こんなに短い間で桜を手に入れるのは不可能。きっと諸葛孔明のように誰かから奪ったに違いない、と韓国側は理論武装しています。
これは3日間で弓矢を10万本集めたあの伝説ですが、弓矢と違って桜は生き物とはいえ、生命の神秘の力を借りれば短期間で数を増やすことは不可能なことではなく、当時の農商務省は接ぎ木という方法で一気に苗木を増やすプロジェクトを立てました。ちなみに接ぎ木とは2個以上の植物体を人為的に作った切断面でくっつけて一つの個体とすることであり、普通は遺伝的に異なる部分から構成されている個体を作る技術として用いられますが、今回のように育てる年月を短くするためなどにも使われることがあります。農商務省は当時、接ぎ木の土台となっている台木を大量に注文し、その台木に桜の木の枝を接ぎ木するという手法で大量の苗をアメリカに送りました。この台木は害虫や病気に強いものが選ばれたということもあり、2回目の都会では木は害虫や病気になることはなく、見事ワシントンにたどり着くことができました。このような技術があることは少し調べればすぐにわかることであり、ましてや新聞記者なら当然記事を執筆するにあたって調査くらいするはずなのですが、それを行わず思い込みが先走るあたり、韓国のいい加減さが垣間見えるような気がします。またこの記事では1930年代まで日本はソメイヨシノの起源がチェジュ島の桜にあることを認めていたとありますが、それに関する根拠は最後まで述べられていませんでした。どうやら中央日報は1930年代に日本の植物分類学の第一人者小泉源一が提唱したチェジュ島に自生している桜とソメイヨシノが同種であるという説を根拠にしている模様です。しかしソメイヨシノは江戸時代の後期に生まれており、同種というのはあまりにも論理が飛躍しすぎていますよね。ところで平安時代の歌人である西行法師が詠んだ歌には桜についてのものが多いのですが、そのうちの一つに、花見にと群れつつ人の来るのみぞ、あたら桜の戸賀にはありけるという和歌があります。この意味は、花見にたくさんの人が来て騒がしくなることが桜の罪だとも言えるというものであり、まさに花見による3密の発生によって新型コロナの再拡大が懸念される今の情勢にぴったりです。しかしお隣はソメイヨシノの存在そのものを罪と見ている節があり、なんとかソメイヨシノを韓国起源ということにして精神の安定を保っているように見えるように感じます。それを認めずには桜の花見を楽しむことさえできないとすれば、お隣は少しかわいそうですね。今回のニュース、韓国からは多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。我が国の哀れな劣等感が丸出しになった記事だと思います。日本は笑顔をしながら後ろにナイフを用意しています。そんな人のことを私たちはこれからも信じることはありません。米日が政治問題を解決しようとしているだけ、国内の親日派に惑わされることはありません。私が日本にうんざりしているのは、日本がお金だけで動いているからです。韓国政府は桜よりも素敵な BTS を使ってもっとうまく立ち回ってください。悪口を言うだけではなく、マーケティング戦術を使って世界にソメイヨシノの真実を知らしめましょう。我が国の政府はとても無能です。日本が忍者や侍、桜や着物などを世界に伝えるためにどれだけお金と努力を費やしてきたか分かっているのですか？ BTS のような民間外交官を使ってでも、もっと我が国の文化を世界に伝えていくべきです。日本のロビー活動に負けたようですね。ソメイヨシノの起源は日本ではなく、あくまでもチェジュ島です。ワシントンの桜は歴史的にも日本から持ってきた桜ですよ。私たちも真のソメイヨシノをアメリカにあげたらどうでしょう。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。何でも都合よく解釈する国が韓国です。
嘘を言った挙句、後で都合が悪くなればいつも言い逃れに終始しています。これは一般人から政権まで驚くほど同じです。やっぱり関わらない方が身のためだと思います。少し前まで生魚を食べる日本人は野蛮だって言ってたはずですが、今や寿司や刺身は韓国が起源というまでに至っています。海苔巻きも剣道も茶道も他の日本文化も根拠なく韓国起源を主張していますので、最近では呆れを通り越してかわいそうとまで思います。韓国は根拠のないことでも日本を非難する目的ですぐにデタラメを言ってきます。なぜ日本はこういう国を放っておくのでしょうか。随時制裁を加えてほしいです。いい加減嘘、捏造、歪曲をやめないと我々も黙っていませんよ。ちなみに私はあなた方がよく言う右翼ではありません。普通の一般市民ですが、そんな人間でも我慢の限界というものがあります。韓国は起源っていう言葉が本当に好きですね。嘘も数こなせば本当になると以前韓国人に言われたことがあります。なんていう国なんだと最初は思っていましたが、だんだんそれが嘘ではなかったことを痛感している今日この頃、以前国のトップが2度や3度の約束は約束ではないと世界に発信していましたが、まさに納得です。日本のソメイヨシノは韓国原産だという嘘が様々な検証を経てさすがに通用しなくなったので、今度はアメリカ DC に矛先が向いたということでしょうか。ちょっと立ちが悪すぎますね。また最近は日本の教科書にも文句をつけているようですが、全ての根源は反日にあることは間違いありません。少し前まで日本は大人の対応ということで細かいことにはいちいち反論しませんでした。それに味を占めた彼らは国交の原則だった日韓条約を事実上保護にして自国の最高裁から相反する判決を出させたのを手始めに、アメリカが仲介した慰安婦合意や日本政府への直接有罪判決とやりたい放題しています。ここ数年の両国の葛藤を招いたのは全てが韓国から始まっているのです。これからは面倒ではありますが、全ての歪曲や嘘にきちんと反論し、彼らの不正を許さないことを明言するべきであり、特に河野談話のように安易な妥協は絶対にしないということをしっかり守ってほしいです。皆様のご意見ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。